チムワザ道場補欠部やってきてしまいました。4月の第2週目、はい、今年も何分の1が終わったんだ4分の1が終わったちょっと数えるのが怖くなってきますけども、わかんないね、もうね暖かくなってきたしね。そうですね。でもな、今週は少し寒の戻りといいますか。そうそうそう、寒かったね。寒かったですね。ちょっとね、今日の朝も寒かったもんね。いやー寒かったです、うん、つける洋服どうしようかなと思って。本当ね、私もなんか冬物もう引っ越しするから全部捨てちゃえと思って、かなり捨ててるからもう着るものが実は何もない、すごいかわいそうでしょ大変じゃないですかはい、そんなわけで冬物がなくて今日凍えそうになった私ミキティセブンとセクシーセイキーがお届けしますチムワザ道場補欠部でございます。よろしくお願いしますお願いします。今日沖縄市ね、すごいんだよね、騒然として殺人事件がね、そうなんですよね、高原で、うん、ちょっと心配ですね。そのおかげでその学校の、そうそうそう、子どもたち の、うん、お迎えなんていうのは、そうなの、父兄の皆さんが多分やってると思う、うるま市の高校に今、はい、この4月からうちのチビは通い始めたんだけど、このうるま市の高校からもメールでお知らせ来てた。ああそうですか。もう下校時刻だったのかな、はいはい、早い子は下校してるんだよね、帰宅部の子たちは。それだから注意して帰るようにっていうの で学校でも校内放送では流したけども、聞いてない子たちもいるだろうから、はい、親御さんは注意を促すように連絡してください、お願いしますって言ってやってた。怖いですね。なんか、まあ、なんか本当に身近で起きたことなので近いからね。そうなんですよ。私も今日お手伝いに行ってる設計事務所が合わせなのね、高原と、はい、うん、目と鼻の先だから、さすがにちょっとなんだか分かんないから怖くなって、はい、で裏口とかを閉めてしまったの。あ、うん、やっぱりちょっともうこういう時だからこそというわけではないですけど、うん、こういうことがあるとなんかより注意を改めて、そう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 、なんかいつかのうちの火事じゃないけど、ね、いそうですね、うん、そう、裏口いつも開けてて、表と裏口開けとくと風通しがいいのね、はい、だから開けてるんだけど今日は怖いから閉めてそしたらね、おかしいの、玄関は開けてたの、表口は、はい、車も通るし人も歩いてるから、はい、だけど裏口閉めてたでしょ。したら表口からなんかおじいさんがね、つかつかって寄ってきたの、普段見たことないおじいさんが、はいはい、でひー怖いって思って私はキャーって思ったのね。そしたら、おじいちゃんの影から孫がぴょこって出てきてなんと、はい、なんかお家の鍵を忘れちゃって、でお家に2人でお散歩行ってたら入れなくなっちゃっておトイレ借りていいですかってああ、もう人騒がせというか、まあなんというか、なんつうかバカだな私って思ってね、ヒーッとかと。まあでもこういうことがあってのことですからね。そう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 、まあやっぱりどっかで気にしとかないとっていうのはあるんでしょうけど。じゃあ女一人だからね、はい、なんか怖いよなと思って。そうですね、怖いっていうかあれだよね、なんか得体が知れないっていうの、はい、理由とかいろんなことが分かれば怖くなくなるんだけども、怖い、分からないって怖いことだよね。そうですね、うん、だからいや沖縄というのはすごいなと思って、かっこいいお兄さんがお外から手を振ってる、はいはい、そしたらなんか親指立ててこう、グッジョブしているかっこいいお兄さんが、うん、いらっしゃいますね。それはお世辞はい、それはいつもブラブラしている某山内くんでしたなんかね、でも本当に新学期でほらでっかいランドセル背負って、はい、かわいいでしょ、ひよこみたいな子たちがちょこちょこ歩いてるじゃない。いや、まあ、入学式ももう終わって、うん、こうなんか慣れない道をこう通学してるっていうのはよく見ますね最近。かわいい、ちっちゃい、あんなにちっちゃいのってすっごいちっちゃい子もいるんだよね本当ランドセルが歩いてるみたいな。そうそうそう、後ろから見たら何も見えないのランドセルだけみたいなね。かわいいですよね。かわいい、もう初々しいしね、なんか中学生も高校生もあれだね、制服も真新しくってね、羨ましいな。ミキさんの周りにもその新しく小学生に上がったとか、この新しく幼稚園になったとかっていらっしゃいますか。そうだね、いるいる、いっぱいいるよ。小学校も幼稚園も中学校もうちのも高校だし、はい、嫌になっちゃうなぐらい、いやいやいやなるべく会わないように
会わないようにこそこそしてる。あ、そうですか。そう、いやでも、もう今の時期はどこ行ってもおめでとうございますなんつってちょっと挨拶がもうありますからね、うん、だけどね、新学期もう苦しいよ私は、はい、FM 小座のリスナーの皆さんはご存知のあの園子さんのその弁、はいはい、園子さんは毎日きっちりとその弁うまそうなのがねアップされるんですけども、はい、Facebook に、あのその弁ね、私もね昨日からねミキ弁が始まってんのミキ弁が、うん、だけどねもうやだよ本当にもうもう2日目でね私くじけそう。やっぱもう弁当、うん、でもやっぱ食べ盛りというかですね、重いんだから、まずもう弁当箱がそうですよ、ね、弁当が重いってどういうことよ、ずしっていうさ、もうあの忘れたらすぐ気づくような重量だと思うんですけど、ずっしり、もうずっしりでかい、でも僕も高校生の時は上がりたての時は、うん、お母さんが弁当を作ってくれてたんですよ。高校1年生の間だけなんですけど、うんうんうん、でもやっぱ嬉しかったですね。そうなんだよね、もう弁当時間が一番楽しみだったんですもん。うん、まあそうだよね、はい、絶対ね、まあ、その時はもう全然小遣いとかもなかったんで、ないからね、今よりももっと貧しいからね、みんなね、子供たちはね、はい、本当にさ、でうちの朝学校行くの早いの、うち6時に出るんだよ。いや早いですね、部活、部活、あ、え、もう部活ってもう始まるんですか。部活ね、おかしいよ、うちの子供の学校、ええ、どことは言わないけどおかしいよもうね4月の2日から部活行ってたから。え、そうなんですか。入学式の前から部活おいでって言って電話かかってきてたもん。うわ、もう、あ、じゃあもう結構そのスポーツに力入れてる学校なんですね。そう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 、うん、うん、なんていうの、前原高校、はい、うるま市、はい、前原高校、うん、いいんだ、面白いから、はい、いや面白い学校だなと思って、総合スポーツコースっていうのがうちの入ったんだけど、あ、 そしたらみんなもうね、うん、やるスポーツが決まってるの、部活も決まってるの、うんうんうん、そのクラスの子たちは、はい、ね、うちのは剣道なんだけど、で、はい、先輩とか先生も全員知ってんの、なんでだか、あ、やっぱその剣道の先生っていうことで、そう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 、うん、知ってるのみんな、はい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 、それでいきなり2日から練習に行って、でおかしいよ、入学式の前々日に父母会もあったから、あ、父母会も行ってきた。でそういうのってごめんなさい全然わかんないですけど、うん、入学式終わった後なんじゃないんですか。だと思うよそうですよね、だと思うよ、うん、だけどね、考えたら私ね、小座に引っ越してきた時ってうちの子供が幼稚園の時 で、はい、で小座小学校に入る予定にしてたのね、はい、だけど考えたら小座小学校のに入学する前から小座小学校の先生の歓送迎会とか行ってたもんね私。あ、だからやっぱり入学する前からこう、うんうんうん、なんていうの、関係する人々によってはそういう風になるんだなっていうかもしれないですね特にそのスポーツ、まあ、スポーツ推薦とかいろいろあるでしょうけども、うん、そういうので行かれるとやっぱり先生方も、うん、こうご本の皆さんとつながりをというのはあるんでしょうね、うん、そう、うん、で同じ中学から行ってる1年先輩がいて、その、はい、お父さんお母さんから連絡があって、宮田さん来てくださいってなって、はい、で行ってきたの父母会もうわっみたいな、美樹さんも入学式みたいなもんですねそう、うえーと思って行かないといけないのみたいな。でも今までみたいに行かないっていうのは、そうはいかないんだね、高校生になってくるとやっぱりちょっと真剣さが違う。あ、やっぱその中学小学とはちょっと違うような感じになっちゃうんですかね、うん、全然違ったね、私は今が一番いいかもしれないと思ってる、うんうん、やっぱ周りのこのご父兄の皆さんっていうのもその、まあ、同じスポーツであったりとか集まりがあるはずですから、そうそうそう、だからよく交わせられるんでしょうね、そう、これから、うんうん、すごいんだもん、それで高校ってやっぱり設備も広いし、設備も、はい、運動場とかもいっぱいあるし、なんか前原高校はびっくりしたけど、うん、卓球場がある。え、そうなんですか、うん、卓球場ですか。そう、え、普通の体育館、まだ行ったことがない、体育館じゃない、体育館じゃなくて体育館の2階の奥の方に、卓球専用の場所がある。うわー、すごいすごいんだよ初めて聞きましたね、すごいの。それでなんだっけ、武道場っていうの、なんか空手かな、はいはい、空手と剣道用のなんかちっこい体育館みたいなのもある。あ、それはもうその体育館とは別に、全然別、まあ、武道体育館みたいな、そう、武道場ってなってて、うん、あるの。うわー、で、うえーって思って、相当力入れてるんですね、すげーって思って、でそのために
朝の私は4時45分から起きてミキ弁を作るわけです、はい、その弁の真似をして早いな嫌でしょ、だって6時にお家出るから、はい、前の日から仕込んだってもそんくらいかかっちゃうんだよだからもうどうやってペース作ろうかなと思って、うわ、仕事フルでがっつり8時ぐらいまでやって、はい、で迎えてで家帰ってって言ったら、うん、1回も座らないまんま11時とかになっちゃうんだよこれ家で一息つけないっていうのはちょっと辛いですね。きついよ、そのままちょっとちゃちゃっとやってもうすぐ台所に向かったりなんか、いやそうしないと、ね、あんた早くお風呂入っときなさいって言ってお風呂入れてる間にご飯の準備して、うわうわうわ、で明日のも考えながらご飯の準備とか、これみんなやってんのかなと思ったら耐えらんないよ私はもうまだ始まったばかりなんですけどね、うん、もう2日目にしてかなりやばくなってる、明日3日目だから3日坊主っていうか明日までやって、あとあんたバスで行ってって弁当買ってって言いたくなるよあれは。あ、だからかな、僕も確かに高校1年ぐらいまででしたもんねお弁当作ってくれるの、あとあの、うん、なんか1日500円とか渡されて、うん、また弁当買ってきなさいなんつってでしょ、なんかね私もうなんていうの、修行してるみたい、修行僧みたいもういやでもミキ弁もうまそうですねミキ弁うまいかどうか分かんないだけど、昨日ね、いや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 、たまたまゴーヤもらったの。あ、そうですか、あ、うん、ちょっと早めですね。なんかそう、うん、ゴーヤがなんかあの仕事を受けてるところのお父さんが農家でね、あ、はい、うん、でそこで打ち合わせしてたらなんかゴーヤいっぱいもらってみんなに分けてもまだ自分家の分もあって、でそっかってゴーヤかって思って、たまにはゴーヤでもやってみるかなって思って、うんうんうん、コンビーフハッシュとゴーヤだけ。あ、いいですね。私卵と豆腐が嫌いだからゴーヤチャンプルーは抜きなの。そしたらそうなんです、ね、コンビーフハッシュと、ゴーヤしか残ってなかったそれで卵と豆腐って言ったら大体チャンプルーに入ってくるようなもんじゃないですか、うん、よくあのチャンプルー頼んだ時豆腐と卵抜いてくださいって言ったら、あの蕎麦屋のおばちゃんとかに変な顔する。それ値段半額になりますよ、ね、いらないのって言ういらないうわうわうわ、でもあのシンプルにゴーヤーとそのポークだったりゴーヤーとコンビーフだったりだけのやつって美味しいですよね。超うまかったよ、私自分で作ったけど、ね、わ、これはうまいって思って、うん、まあ、もうあのスタンダードな豆腐や卵が入ってるのももちろんうまいんですけど、うん、だけっていうのも結構だけはうまいよ。うまいですよね、うん、で、うん、私はちょっと出汁で香り付けして、で醤油味なの。あ、いいですね。で美味しかった、あの作りたて、うん、最初しゃっきりで、はい、あのちょっと残っちゃったから一晩経って、で今日の朝チンしたのね、はいはいはい、でそしたらなんとなくこうブトブトしてくるじゃない、まあまあまあ、ブトブトになるわけ、うん、沖縄方言で、ね、こうなんて柔らかくこう、はい、なるのよね。よく伝わりますね、ブトブト、そうしたら、はい、それがうまかった。そうなんですよ、あのもうゴーヤーとか特に、うん、あのまあ、カレーじゃないですけど、うん、2日目うまいね。2日目うまいですよ。なんだろうね、あれね、なんでしょうね味が染みてるのかちょっとよくわかんないですけど、まんべんなく味が染みてる感じがするんだと思う。ですよね、あの美味しかったその、まあ、高校時分に親が作ってくれた弁当なんですけど、うん、最初はそのご飯、うん、おかずって分けられてたんですよ、うんうん、ところがもうちょっとご飯の上にゴーヤ敷いてくれと、それでいいんだって言ったらもうそれがもうめちゃめちゃうまくて、うん、あ、だってああいうさ野菜炒めでもおつゆがこう染みたご飯うまいじゃない。うまいっすよね。一番うまいんだよああいうのが、最後の残ったおつゆにご飯バンって入れてぐちゃぐちゃって食べるのがうまいんだよ。うまいっすね、うん、そうなんですよ。だからそういうのが結構うまくて好きでしたね、うん、いいね、はい、なんか私もやってみようかな今度、上に乗せる番。だんだんミキ弁もご飯とおかずがこう上下にこう、ね、そうだねなっていくのかも分かりませんけど、うんうん、あのでも弁当の重さ今度測ってみよう。あ、そうですね、うん、いやでも1キロぐらいあるんじゃないかと思う弁当で1キロって言ったら相当ですよ、うん、そう、それでほら朝ごはんも朝からスポーツするからで、はい、部活やった後に勉強もあるの30分間。あ、みんなちょっとあんましよろしくないから、いや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 、まあ、文武両道というところ で、 そうそう、お勉強もさせられてるの、はい、これだから絶対お腹すくなと思って朝ごはんも食べさすけどその弁当にぎゅうぎゅうに詰めるからおかしい高校生なんていくらでも食べれますからね。食べれるよね。そう、私もそうだった、高校生の時は本当によく食べれた、
大体あの弁当を持っていくじゃないですか学校に、うん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 、そしたら昼の間に全然なかったですもんね、先食べちゃうんでしょ、先ちょっと食べようと思ったらちょっとで済まないですよやっぱ、うん、全部食べちゃうんだよね、で結局そのお金もないのにその学校でパン買ったりとかちょっとそういうのやるっていう、なるほどね、うちのも似たようなもんかな、あでもあそこどうやってんの、売店とかあるのかね学校ってね、あると思いますよ、まあその学校の中なのかちょっと出たところに、だか、まあ、駄菓子屋というかそういう商店があるとは思いますけど ね、うん、なんかあそこの学校はなんか外に出ちゃダメって言ってた、あそうなんですか、うん、あまあまあでも普通は高校は外にはあまり出ないように、ね、出ないようにはするの、うんまあ、僕ら出てたけどなんかね、まあ、近場だからよかったのかも分かりませんけど、うん、が、うん、まあなかなかやっぱりなんて言うんだろう、義務教育じゃなくなるから本人のやる気がねこう求められてくるから、はい、帰っていいのかなと思って、うんうんうん、高校ってすごいなって、最近の高校はどうなんでしょうね、まあ、美樹さんもそうですけど僕らの時も、うん、結構高校って規則が厳しかったりして先生なんかにもよく怒られたりしてたんですけど、最近なんか見てたらいろんな時間に高校生だか中学生だか歩いてるもんですから、歩いてるよね、あれ学校授業ないのかなとか思ったりして、えあれはブラブラしてんじゃないの、あサボって、うん、そういうことですかね、じゃないだかな、最初はそうかなと思ってたんですけど、うん、あまりにも見るもんですから、普通の日でしょ、普通の日、でも学校始まるの遅いんだよ高校って、朝9時からスタートなんだよ、あれ9時でしたっけ、うん、私びっくりしちゃった、あれ前にね車からあんたたち早く学校行きなさいとか叫んだことあんの友達の子供が歩いてて何やってんの早く行きなさい、もうバコーンとか言ってってそしたら全然8時半ぐらいだったそれ始まる前だったんですね、うんお母さんの友達変なこと言ってたよとかって後から言われてんのいや高校生からしたらなんで知らねえんだという気持ちはあるかも分かりませんけど、うん、分かんないですよね、だってでも朝8時でしょ学校は、大体8時かなと思ってるんですけど、なんでそんな沖縄だけ遅いのかなと思ってびっくりしちゃった、いやでも僕も9時ではなかったような覚えがありますけどね、嘘、はい、8時ぐらいからなんか朝早かったような気がするんですけど、そうだよね、うん、なんか自分が学校の時のこと考えたら違うはずなんだけどなと思って、うん、でも今はそのなんか学校の授業の形態なんていうのも随分変わってるかもしれないですね、うん、ねえ分かんないけどね、うん、ちょっと分かんないですね、全然分かんないけど、なんかでもいいな高校生楽しそうと思ってすごい羨ましいの、高校生は僕も楽しかったですねでしょ、中学高校って楽しいんだよ絶対、楽しかったです、もう何いたずらしようかって考えるじゃん、やっぱり悪いこと何をするかって考えるから、もうその弁当の話になるとやっぱりあの授業中に食べようとするやつがいるんですよ、いや食べてみたいんだよ、見つかるんだろうかとか、絶対見つかりますけど ね一応こうどうやったらいいのかとかいろいろこう試してみる期間だからね、いろいろと、うん、そう楽しいんだよ、いい、ね、羨ましいな、もう子供たちは、ね、でも、まあ、それに比べてもみきさんはどんどん大変になっていく、気がしてならないですけども、こんなに大変なのって高校生ってって思ってもうそうで、私それ いろいろね高校入学に関してね怒ってたんで思い出してきちゃった、なんか どうしました、その前に CM と1曲いかないといけないんだよ、1曲いきましょうか、うん、今日は何がかかるかがわからない、お楽しみで です、ね、どうぞ、はい、あ、いいね、アバだ、アバ、ちょっとメジャーですけどもね、いいね、はい、ゆきちゃんごめんね、いいよ、今ちょっと上げてる、今上げてますよ、喋ってみて、喋ってましたね、はい、ちょっと曲中ですけどすいません、あの機械 の調整で今しゃ調整です、はい、喋ってみます ね、フランチェスカさんだって、まあね、でも高校のあれ、うん、結構思い出せそうで出せないですね、いや何してたか全く覚えてないよ、自分がどうだったかっていうのは、ああ全く覚えてないよ、なんか覚えてないですよね、うん、毎日ただ遊びに行ってたと思う、はい、多分学校は全然乗ってない、あ、あ乗ってないですか、乗ってない、あ、はいはい、これ乗ってたら大変だけど、うん、こっちも、まあ、結構大きかった、そうそうそう、言う人でもね、はっきり聞こえる、聞こえる、あ、そうですか、これからもう本当に文句はダメですよ、はい、了解、はい、はい、バイブちゃんやめてね、はい、わかりました、はい、あ、初見点、あ、はい、すいません、お疲れ様、フランチェスカ・ルッキーニさん、はい、初見、
DJ さんだって嬉しいな。どっからだろう。フランチェスカさんどこ？両方だって、ツイキャスとユースト。どこからどこに住んでるんだろう。面白いねこれね。そうですね。うん。嬉しいな、ありがとうございます。ございます。あ、じゃあちゃんと聞こえてるんだね。そうですね、音質も良くなってるんだよね。うん、曲中も喋る、曲中は今まで喋れなかったので、うん、音出てなかったもんね。はい、うん、なんかみんな見てたまで、うん、面白いねやってましたけどありがとうございます。面白いね、でもね、すごいね、目に見えないところでこういう努力があるんだね。いや、やっぱうん、まあ、設定変えるのも結構やっぱり大変、うんね、あ、お返事来た。神戸のスマクだって、はい、スマの浜のところだね。あ、スマクですか。うん。あ、本当だ。遠くからありがとうございます。うん、嬉しいね。この番組はこの沖縄県外の方が多いですね。遠くの人が多いよね。ミキさんのせいじゃないかなと思って。違うよ。神戸空港って。あ、神戸空港。神戸空港って私降りたことないな。でも神戸行ったことある。神戸は私阪神大震災の直後に行ってる。あ、そうなんですか。うん、あの仕事で行ってて、はいはいはい、あの知り合いのその仕事先が崩れちゃって、うん、毛布とか水とか担いで車で行けるとこまで行って、うん、そう、うん、ちょっともう地震はですね、うんうん、たまんなかったあの時は。うん、すごかったよ、やっぱり。やっぱり現地に行くと、うん、やっぱりちょっと考えると。いや、なんかね、匂いがすごかった。あ、匂いですか。うん、先になります。お疲れ様です。神戸から那覇まで直行便ありって、今日のテーマは何ですか。何だろうな、新入学。あ、そうですね。新入学で私は怒ってる。怒ってる。これから怒りを話す。わかりました。ナミキさん、一回 CM の方に。そうだね、お願いします。はい。今この CM 中も、うん、あのこの喋ってる声はも入ってるの、はい、入ってます。あ、すごいね、はい、へえ。今までは曲とか CM の時ってどうもちょっと黙り気味になってても、うん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 、そうなるとなんていうかもうパーソナリティの人は1時間ずっと喋りっぱなしになっちゃってるから、あ、神戸も今日入学式だって。あ、そうですか。おめでとうございます。おめでとうございます。でも全国的にやっぱもう時期はもうみたいなもんですね。そうだね、うん、私ね、4月は、ええ、4月の8日が、はい、あの何の日、アマチャの日、アマチャだから、何のお釈迦様の誕生日。4月の8日ですか。うん、そう、8日、うん、それで花祭りっていうのがあって、はい、幼稚園がね、なんかお寺の幼稚園だったの、うん、それで、うん、お寺が幼稚園だったの、神田寺幼稚園っていうのがで、そこで花祭りっていうのやるの。あ、そうなんですか。うん、それでお釈迦様のなんかこんなちっこい銅像みたいなのにこう柄杓ですくってアマチャをかけるのよね。うん、はい、なんかそういうお祭りがあってね、面白かった。うん、4月8日シワの日だって嫌だね。伸ばさなきゃ伸ばさなきゃ大変伸ばそう今はラジオといえども気抜けないですからね。大変いろんなの見られてますからね。なんか私もう入学式なのに白髪も染められなくて大変だったんだから。難しいから今大変じゃないですかね。パーマ屋さんも行きたいんだけどね、全然何にもできないまま。その前に弁当で、何しろ弁当相当問題みたいです。あ、10秒前マイクあげますね。はい、お願いします。チムワザ道場補欠部、引き続きお届けしております。私ミキティセブンとイラミナセイキです。違う、その名前は違うセクシーセイキーだ。自分では言いませんからねということでね、これ補欠部が続いておりますが、はい、この番組の提供は皆様ご存知、遠くからね聞いていただいているリスナーさんはご存知じゃないんですけれども、きっと沖縄には高原十字路というところがありまして、そこの近くで有名な黄色い看板が目印のチムワザシカと、そして合わせ3丁目にございます
デイサービスチムワザの提供でお届けしております。なんだっけそれで。あ、はい、入学式の怒りという。そっかそっか、そう、入学式で、私はね、入学で怒ったわけではない、はい、お金がかかる。あはは、本当にかかる。これはもう親御さんの苦労が、うん、やっぱり、まあ僕はまだわからないですけども大変なんでしょう。 それでね、あのうち母子家庭でしょ。それで、はい、まあ、いろいろ手当があるんだけれども、はい、これね、いいよ、小学校とか幼稚園とかちっちゃい時いらないから、中学校ぐらいからにして後ろの方にずらしてほしい。あ、その手当をですか。手当をもらえる時期を18歳でもらえなくなっちゃうわけ。あ、そうなんですね、うん、だけど、うんうんうん、18歳って大学に入る時でしょ。そうですね、うん、高校からベラボーにかかるよ。これ切実な問題。そうか、やっぱりその、まあ、義務教育から抜けたところでっていうのも大きいんですかね。やっぱ必要なものがやっぱり増えてくるっていう。そうだね。で、やっぱりほら、義務教育ではないっていうのがあるから、自分の意思でその道を選んだということで、親もやっぱりこうなんていうの、自分で選択したという意思が試されるよね。だから文句は言えない。やったからには、だから文句を言うつもりは全然ないし、できる限りのことをやらせたいと思うから、自分が頑張る以外ないんだけどさ、だけどかかる。どうしようって思うくらい。そうですか。こればっかりはもう、まあ、安ければいいというのかというのはそうでもないですもんね。じゃない、じゃない。で、お金を使わないと経験できないこともある、やっぱり。あの修学旅行とか、はい、で、うんうんうん、今日ずっとうちの子供の話をしてるんだけれども、はい、引き続きね、スポーツのなんて言うんだろう、専攻してるコースだから、はい、なんて言うんだ、やっぱりスポーツってほら、合宿とかもあるわけ。合宿っていうか、なんかその屋外での実習があるの、はいはいはい。特にやっぱりスポーツに力入れてる高校っていうのはそういうのを導入してきますよね。あるの、どんどんこのクラブで。そう、うん、で近くでやれたり、学校にいる間にやることと、うん、なんていうのは、どこかに遠征に行ったりとかそういうこともあるから、はい、それだけでもやっぱりかかるのよ。うん、だけどやっちゃダメとは言いたくないから、そうですね、そう、だからどうぞって思うんだけどね。だからもううちの1年生入ったばっかりで、もう合宿がある、5月の連休に。あ、まずは1回目の合宿が、まず1回目の大阪に行くんだって。うんうんうん、あ、そうなんですか。うん、もういきなり県外ですか。そう、なんかね、どっかのなんか学校で、なんだっけな、練成会っていうんだけど、はい、剣道のなんていうんだ、もうずっと試合、練習試合ばっかりやるみたいな練習の仕方があるんだって、はい、でそれでなんていうんだろう、それをやりに大阪に行くんだって、うん、なかなかそういうのに参加する機会って、ほら沖縄ってやっぱり島国だからないじゃない。そうですね、うん、ないですね。やっぱ隣の県となんてなかなか簡単にはちょっと言えないですもんね。そう、だからね、電車乗ってパッと1時間ぐらいで行けるとかそういうことがないから、はいはいはい、うん、それだから生かしてあげようと思って今頑張っている ところなの。やっぱそういうのを行くんだったらもう連休しかないですもんね。うん、そう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 。だってまたほら、電車乗ったりとか飛行機乗ったりって経験がないから、はい、やっぱり沖縄の子はね、車しか乗り慣れないから、うん、車とせいぜいバスぐらいだから。そうですね、そうだから乗らせてあげたいから、はいはいはい、うん、それでいいやって思うんだけどね。だけど実は高校も奨学金があるんだよ。あ、そうなんですか。うん、あるの。それでいろいろね、奨学金があるっていうのは私分かんなかったの、はい、だけど案内があって、あるんだって思って、うんうん、でも奨学金って返さないといけないの。そうですね、そう、うん、で返すのが高校出て半年後から返還が返済が始まりますとかって。あ、もう決められて、まあ、いつでも行ってわけにはいかないですけどね。そうなの、なかなか、うん、そうなると高校出たら次大学行くってなったら払えなくなるから、余計厳しくなるから。確かに大学はおそらく今以上にこう、うん、まあ、いろんなものが重んでくるでしょうからね。ね、そうなの。それだからね、なんて言うんだろうね、この人たちに、やりたいことをやらせてあげるためにはなかなかいろいろと親も頑張んないといけないんだなと思ってですね、私はびっくりしまして。で、なんて言うんだろうな、そういう奨学金とか、はい、
なんていうんだね、いろんな補助もあるわけ。あの母子家庭であるとかないとかに関わらず、あの、はい、あるの。だけど、なんていうんだろう、そういう情報がなんて表に出てないね。あ、確かにあの、うん、その当事者というかその対峙してみないと分かんないんですよね。そうなの、その場に事前の情報がないというか、うん、その場に来てみないと分からなくってね、でそれに怒ってるの私は。これはもう事前、うん、まあ、事前にというかその人それぞれやることが違うからというかもしれませんけど、うん、大まかな何か、そうそう、ガイドラインがね、ガイドラインがそうですね、あってもいいと思うんですけど、うん、そう、書いてあるよ今来てるメッセージが、はい、ネオさんありがとうございます。奨学金で破綻してる子供がたくさんいる、あれはサラ金って。でも本当にそうなんだよ。あの高校で奨学金もらって次大学、優秀な子なんかね大学行きたいけれども、はい、うんうん、それを返さないといけなくなっちゃったりとかさ、もう返すためにじゃあもう仕事しないといけないのかとか、そう、アルバイトしないといけなくなっちゃったりとか、ね、親が余計こう首絞められる状況になってしまったりとか、うんうんうん、でもそれもあんまりだなと思って、だからね私はとりあえず母子家庭だから分かることなんだけども、あの母子家庭の手当をもっと後ろにしてほしい、スライドしてほしいお願いしますこれ難しい問題ですね。そうなの、うん、だから、あ、こんなに大変なんだって思ってね。で自分がほら学生の時ってそういう実感がないじゃない、全然分かんないですよね。分かんないよね、はい、だけど自分が親になってみて初めて経験して、で、あ、こんなにきついんだって思って、で、あ、みんな大変だなこれはってね。そしたらもう少し、あの、なんていうのかな、うちなんかは、私は私立のね、たまたま私立の学校に、はい、中学高校って東京でね行ってたんで、でああいうね私立の学校ってやっぱり普通の公立よりもお金がかかるから、はい、いついつこれだけお金がかかりますっていうのがもう事前に公開されてるわけ、うん、その学校として、うん、そうそうそう、なんか掲示板じゃないですけど、うん、そう、あのパンフレットとかにもだいたい入学金はこうです、うんうんうん、授業料はこうです、で年間このくらい何々の実習費がかかりますとかって、うん、じゃあトータルでいくらですとかっていうのが公開されてるわけ、うん、あ、それはちょっと、ね、非常に親切でしょ、うん、だけど公立の学校ってそれがないのよ。ないでしょ。普通その金額の詳細というかそういうのをあまり目にしたことがないんですよね。だって高校も入学金があったんだよ。私びっくりした。公立でも今回受験して初めて分かったんだけども、5000いくらだよ。だからちっちゃい、あの、何万円とか何十万っていうね、うん、額じゃないんだけれども、すっごいびっくりしたの。あるんですね。あ、そんなのあるんだと思って、うん、それ全然知らなかった、うん、だけど、あの、兄弟がいたりしたら分かるんだろうけど、うちなんか一人っ子だから全然分かんないの。まあ、ましては初めてですからね。そうそうそう、うん、それだから、こういうのを、あの、国がやってくれないからとか、あの、県がやってくれないからって、くれないくれないってそういうふうに言うつもりはないんだけれども、あの、今中学校3年生とか高校3年生とかのお父さんとかお母さんとかがいるんだったら、もしもこれを聞いててくれてるんだったら調べた方がいい、うん、特に中学校の3年生は、うん、はい、あのね、調べた方がいい、うん、あの、行くかによってもかかり方が全く違ってるはず。あ、そうでしょうね、うん、進む道、うん、そう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 、まあ、学校によってももちろん変わってくるでしょうしね、うん、同じ県立でも学校によっても、うん、かによっても違うはず。あ、うん、ある程度でいいんです、いいんですけど、あ、こういうのがお金いくらぐらいかかるんだなとか、うん、あ、こうしたらこうなるんだなとかっていうのが、うん、大まかでいいんで分かってたらまたちょっと違うでしょうけどね、うん、まあ、心構えというかですね、準備できるものがあるかも分からないですけども、うん、そうしたらね、今ここにね、またネオさんがね、はい、メッセージくれた。71億人の中で何か差がつくとしたら教育だけです。本当にそうなんだよ。教育ってね、あの、本当にね、これで全然違うので、あの、より良い教育を受ける機会があるならば受けた方がいいもんなのよ、うん、今は特にその、うん、今の世の中、好きなこの学科というか専攻してそれに集中できる時代ですからね、うん、専門学校だって昔はこんなになかったですよね。なかったよ本当に。お料理とか英語とかさ、はい、それで男の子だ、あとは何、あの、簿記とかさ、はいはいはい、本当に種類少なかったんだもん。学科というもの自体があんまり耳なじみなかったですもんね、うん、本当に。だからこんなにあるんだと思って、もう少し情報公開、だから私時々、こんなことがあったって学校のことここで
何人聞いてくれてるか分かんないんだけども、言っておかなきゃと思ってね、ちょっと思った、それでね、もっとびっくりしたのはね、実は返さないでいい奨学金もある。あ、そうなんですか。ある、ある。で、それはまだ私、詳細を調べてないんだけれども、なんていうんだろう、貸し付けではなく、無利子の貸し付けもあるし、はい、それからね、全額を返すんじゃなくて半額返せばいいですっていうのとか、あと完全に返さないでいいっていうのもあるので、それをうん、もしも調べる気があるの、徹底的に調べた方がいい。いやこれは、うん、お子さんは学校の勉強、これは親御さんの勉強になるかも、うん、という、うん、のことですよね、うん、絶対になる。だから私は今回びっくりしたのは、母子家庭に限定されてるんだけれども、はい、沖縄県でね、どうもね、なんだっけな、白岡って言ったかな、なんとか岡、うん、奨学金みたいなのがあって、それは返還しないでいいのがある、だけどもそれは中学校3年生の時に申し込みしないといけない。あ、もう前もって、まあ、予約制みたいなもんですね、うん、で多分審査も厳しいだろうし、いろいろあるとは思うんだけども、はい、やってみないと分かんないから、やった方がいいと思うのね。そうですね。私これを中学校3年生の時に知ってたら絶対申し込みをしてた、うんうん、だけど一切そういうことを考えたこともなかったから、奨学金っていうのを、こういう情報っていうのはそのことの後に入ってくるんですよね。そうなの、もう不思議なんですけど、うん、だから私ここで公共の電波使わせてもらってるから、今のうちに言っておこうと思って、はい、あるからお願いだから調べてって、私も調べとくって思ってる、うん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 、だって沖縄ってこんだけ母子家庭が多くて離婚率高くってね、はい、でみんなおじいちゃんおばあちゃんが援助しながら子どもたち育ててんだよ。そうですね、ね、うん、で小座なんか小座小学校でも小座中学校でも片親世帯のもう割合ってものすごい高いんだよ。だけどそういう情報が一切ないっていうのはあまりにもね、プリント1枚でもいいし、ポスター1枚でもいいから貼っといてもらいたいなと思った。本当はこういうのはまたその父兄の皆さんに対してと、学校がやるんではなくて、なんかこう団体が例えばセミナーを開くとか、うん、そういったものをやってもいいですよね、うん、まあ、みんなにこう一斉に発信するという意味では一つの手だとは思うんですけど、そうそう、うん、なかなかそういう 場がないですよね、うん、すごいよ本当に。いやー、いろいろこれは知らないことだらけですね、うん、そうそう、それだからうちは高校に入ってみて初めて分かった、これは大変だっていうのが、うんうんうん、だってねすごいんだよスポーツはさ、なんかこの部活でも大変だし、はい、でその実習みたいな、授業での実習みたいなので北海道行ったりとかもあるわけ、うんうん、そうなんですか、うん、スキー実習だって、スキー羨ましいです ね楽しそうだけどその年は修学旅行もあるんだよ。あ、それ修学旅行でやんじゃないんですね。じゃないの、修学旅行じゃなくて、修学旅行とは別にそういうのもあるんだな。ちょっと迷惑な話だから、でも経済的にただ金勘定したら迷惑ってなるんだけど、でも一生に何回経験できるか分かんないようなことだから行った方がいいから、そのために頑張る以外方法はない。そうですね、でももうこうなったらあれだよね、本当毎日弁当弁当でさ、なんかこっちの方がなんかもうアスリートみたいな気分になってもう毎日ね本当にね分刻みだよあれはもう、いやもうミキさんもその3月から、うん、2月からですか、もう忙しいと、うん、まあ、いろいろお仕事も ねいろんなことされてますから、なんかバタバタなの、うん、これ大丈夫かなと思ってたんですけども、ね、案の定ですね。案の定だよ、もうこれ以上私に何をしろって言うんだってだから今もうこの公共の電波を借りて言っておく、両親揃ってる、お家もある、はい、でとりあえず両親揃って収入もある、うん、で適当にまあ週に3回ぐらいパートやってるぐらいで辛いとかどうのこうの言うなバカ野郎って本当は言いたいそうですね、うん、そうですね、うん、やっぱりもう、まあ、突き詰めればそのお子さんのためになってくるんだと思うんですけれども、そうそう、だけど子供のためじゃないよ、あれ自分のためだよ、うん、私これ乗り越えたら私すごい人になるなって思ってるもん、はい、うん、いや大変な努力だよそれは、うんうん、久しぶりに努力してんなって思ういやだって4時45分から起きないといけないんだもん、まあね、これも努力以外何もそう、うん、そんな時間にでもミキさんの場合夜も遅いですからね、うん、ちょっとまあでもまあまあまあ、なんか面白いよ、もう自分に挑戦してるよね、誰と勝負してるんでもない、自分に昨日の自分に挑んでるみたいな感じで
ポーツ選手みたいな感じ。本当にもうなんかアスリートだよね。なんか台所で、台所キッチンアスリートだよね。キッチンアスリート。本当にもう笑っちゃうね。もうそのうち弁当を作る速さもどんどん速くなってくるんじゃないですか。いや多分そうだと思う、だから最初の一月ぐらい、一月もかかんない、多分2週間ぐらい乗り切れれば1年いけるんだろうなと思って。うん、うん、まあ今はちょっと始めたばかりでちょっとやっぱりくじけそうになってるけど一番辛い時期かもしれませんよ。うん、ほんと、きついよ。こんなに時間ってなかったっけって思うくらいないんだもん。いやいや、昨日はって気がついて全部洗濯物も終わって、はい、で夜のうちに洗濯をしておかないと、うん、もう明日の朝なんか何もやってられないの。いやだってやっぱ朝起きて弁当作るだけでこの時間ですからね。そう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 、それ以外やろうとするともうとんでもない。もっと早く起きないいやいや、それ朝じゃないですか、夜ですから。夜だ、真っ暗だからさかそうですか、おかしいよね、笑っちゃうよね。大変だな。そう、でもきっとそうやって乗り越えて頑張ってる、はい、それを3人とか4人とかやってる人たちがこの世界にいっぱいいるはずなのよ。まあまあそうですよね。 それ考えたら、いやなんか心強かったよ。昨日の夜お迎え8時過ぎに行ったんだけど、はい、だみんな迎えに来てるんだよ。あ、はい、で沖縄ってやっぱり仕事もお母さんが仕事してる率も高いから、あこの人たちもお米研いでご飯にスイッチ入れてから来たのかなとかいろんなこと思うよね。うん、うん、そしたらなんかここあの一人じゃないとかって勝手に思ってた仲間がいるんだと。そうそう、みんな頑張ってんなって思ってね、うん、そうですね。まあそれを見るともうミキさんも負けるわけにいかんすもんね。いや負けてらんないよ、ここでこれこそくじけらんないなと思って、ね、いや何が嫌って、あそこんち母子家庭だからあれもやらせてあげらんないとかって陰口聞かれるのが嫌なの。いやもうそんな絶対嫌だと思って、でも必ず言われるから、子供がちょっとでもぐれたりとかなんかそんなのがあったら必ずあそこんち片親だからって言われるのはもう間違いなくそうだから、うん、そういう風じゃなくっても言う人もいるから、ろくなものに育たないとか、うん、そういう人もいるのよ。まあ、言う人は言うでしょうね、うん、世界中多分それはどこでもあること、はい、うん、だからこそこう頑張んないといけないねみたいに思って、なので皆さん聞いていただいてる皆さんの中で頑張ってる皆さん一緒に頑張りましょうって感じでねこんなところでなんかまた一曲いこうかな、お送りしましょうか、うん、CM とね、お願いします。あれも言わないけど子供がやってるゲーム、あれは幼い頃から人をダメにしてる。でも本当にそうなんだよね、外で遊ばなくなるとみんな本当にダメになるからね。いやー、大変ですね。でも僕がこう今そうなんだなって話を聞いて思ってる以上にもちろん大変だと思うんですけども、うん、やっぱ分かんないんですよね。分かんない、本当にならないとこういうことって、うんうん、そう、うん、本当にそう。だからやってみないと分かんないんだなと思って、うん、思いますよ。あの本当高校なんてもうやっぱ遊びに行ってるようなもんで、うんうん、でもいいんだよ、子供はそれでいいんだと思うよ。だって子供の時からそんなこと分かってたら面白くないじゃん。まあ、うん、考えてなかったですけどね。なんか親の気持ちなんて分かんなくていいし、全然分かんなくて構わないと思う、うん、そうだけど自分が親になった、なったら分かるんだよね、うん、うん、まあそれでいいのかなと思って、子供に別れとも思わないけれども、まあでも協力ぐらいしてよって思うねそれは言っていいと思います。頼むよって、自分で起きてよとかね、あ弁当ぐらい自分で詰めろって言ってもいいと思いますね、本当にね、いやーあれはすごいね。いやーすごいですね、うん、いや面白いよ。お仕事の方はどうですか。仕事、まあ、仕事も忙しいんだよライカムはもうすぐ終わる、15日ぐらいで終わりそう。あそうなんですか、うん、あじゃあまあまあ4月ではやっぱり予定通りっていう感じですか、うん、いやできるよできるよ、うん、オープンする。えついその3月の末までは全然なんか大丈夫でしょ、ね、でしょ、追い込みすごいよね。あ、うん、やっぱすごいな現場。ものすごいよ。あ人かき集めてやったんですかね。ねえ、でもね、なんか求人も全然足りてなくって、求人情報誌が新規の求人とか今断ってるんだって。え、そうなんですか。そのくらいこのライカムの求人が多いんだって。うん、もう建物の中はもう店舗みたいにかなりできてるよ。あ、そうなんですか、うん、もう店舗のスタッフとかも入って準備に入ってる。あ、品出し、そういうところもある。うん、すごいなと思って、
いやでも経済も変わるだろうし、あそこができたら全部変わるでしょうね、うん、私嬉しいのは映画館があそこにできることだ。あ、そうなんですか。映画館入るんですか。うん、シネマライカも。あ、そうですか。それ知らなかったな、うん、映画館の看板も上がってるよ。あ、本当ですか、うん、あの通りからしか見たことないんですよ。あ、通りからで見えるよ。あ、見えましたっけ。うんうんうん、そろそろ曲上がるんで CM に行きます。はい、了解。そっか、 CM 中も声が入るんだよね。面白いね。喋りっぱなしです、ね、いいね、なかなかそれもね。ライカムはね、多分ものすごくこう経済的にも変わるし、働く人たちの意識も変わっていいんじゃないかなと思う。でもあれだけの広さで店舗数がどれぐらいかちょっと分かんないですけど、いくつあるんだろうね、分かんないけど。だってあの今まで沖縄になかった店とか結構入ってますよね。そうそう、いっぱい来るよ、うん、私パン屋さんが楽しみ。パン屋さんですか。うん、ドンク、ドンクっていう、まあ東京とかで普通の美味しいパン屋さん。はい、それだからうちの噂のお兄ちゃんが来た。あ、そうか。今日殺人事件があったから一人で帰るなって言って、こっち来て待ってなさいって言ったの。ここに。そうそう、ここで、そこで。あ、よかったわ。うん、いい、まあ、ちょっとあれですかね。そうしないとちょっと怖かったから、うん、うん、表通りはいいけどなんかちょっとね、ね、ちょっと怖いなと思って、なんかあると嫌だからって私歩いてきたんだけどさ。いや、本当怖いです。その事件の話だと、うん、犯人の方じゃないにしてもですよ、うん、それに乗じてちょっと悪いことなんて考えつく人なんてやっぱいると思うし、なんかね、模倣犯とかね、言葉があるくらいだからね、そういうのはちょっと、雰囲気がやっぱ良くないですもんね。そうなんだよ、だからこういうのの報道もしていいんだか悪いんだかよくわかんないよね。考えちゃうよね、本当に。夕方の番組では結構この話題になってて、あ、本当。もうみんな今怖いですね、怖いですねなんてメールも結構来てましたよ。まあ用心はしないとね、いけないよね。そうなんだよ。本当それこそもうなんつうか親御さんにとっても余計な仕事増やすって感じですよね。それこそだよ。通貨も。お迎えしないといけないとかさ、本当にそうなの。5秒前です。はい。マイクあります。はい、どうぞ。これいつ喋るのやめていいかわかんない。チムワザ道場補欠部、あっという間に47分経ってしまいましたね。早いですね。早いね。セクシーセイキーとミキティセブンでお届けしております。もう言わせてくれないです。セクシーセイキー言いたいんだ。やめてくださいよ。もう今日私セイキ君の、はい、あの電話番号を、はい、前回電話もらった時は、はい、なんか電話がすごい立て込んでてどの番号だか分かんなくなっちゃって登録できなかったのね。あ、いいいい、で今日登録ができたのでFM 講座、はい、セクシーセイキー入ってる。余計なの入ってるじゃないですか。ありがとうございます。いいさ、こちらこそありがとう。LINE でもお友達になったね。はい、そうか、LINE でやればいいですね。あ、そうだね、そうだね。ちょっとミキさん忙しいかななんて思いながらいつも電話させてもらうんで。大丈夫。じゃあ今後 LINE で。私あのイヤホンジャック持ってるから。あ、本当だ。いつでも電話は車でも取れるってやつだから。でも電話かけるタイミングといえばなかなかちょっと考えるところがありまして。そうなの？何それ？あ、いや、やっぱですね。今こう夜入ってるもんですから。あ、そっかそっか。前別の仕事してた時は、もうその例えば、まあ、自分の就業あの仕事の終わりの時間が5時半だったんですよ、はいはい、もちろんそれ以降も仕事はするんですけど、5時半以降に相手に電話するのってどうなのかなっていう気持ちが多少あったんですよ。あ、仕事で、はい、あ、それが8時とか9時とかですよ。はいはいはい、はい、今はちょっとその時間がメインで動いてるもんですから、うんうんうん、でも考えたらこんな時間に電話するのはちょっとなっていうのはっていう方、うん、でもほら今便利だから、あの各社共通であのショートメールが送れるから、はい、あー、まあメールは便利です ね、うん、私は大概あの電話あれかなって思ったらショートメールでなんかちょっと送っといたりとか、うんうんうん、LINE とか、ね、LINE なんてのができてからは結構そういうのやり取りがやりやすくなったかもしれないですね、うん、そうそう、 Facebook のメッセンジャーと最大限活用してるね、うんうん、なかなかいいな。あ、そうそう、そういえばね、高校のすごいところ、はい、これびっくりしたけども、あのメールが学校から来る。え、メールで来るんですか。なんかメーリングリストとかって言って、はい、あのなんか自分のメールアドレスを登録するのね、学校で、うんうんうん、
でそしたらいろんなお知らせが来る。へえ、うん、あ、じゃあもう学校側から一斉にこのメールを多分配信してるんだと思う。で、ね、うん、で全員登録してくださいって言って、この間入学式の後、うんうん、各学級でほら PTA 懇談会みたいにやるでしょ、はい、でその時に登録してないお母さんたち呼ばれて全部わかんのねで登録してください、そう、はい、やってください、今ここでやってくださいって。うわ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 、だけどすっごい便利だよ。あ、そ、まあ便利でしょうね、うん、入学式の前の日もメール来てたから、はい、明日は入学式って。これあの、まあ、失礼ながら例えばその、うん、携帯で普段メールをやってない方ですとか、うん、もうご自宅にパソコンがないとかネットがないとかっていらっしゃると思うんですけど、うんうん、そういう方々にとってはちょっとまあ、やれよっていう話なんですかね、やっぱ多分ね、うん、まあ、やってて損もないですからね、そう、いろんな意味で便利だよ、便利ですからね、うん、前みたいにほらなんだっけ電話連絡網もないから。あ、昔あったんですよね。あったよ、この誰々は誰々にかけなさいという、うん、なんていうんですかね、私 2,3 年前まで勤めてた某会社には電話連絡網あったもん、みんな中年以上しかいない会社はあるんだよ、普通に電話連絡網が壁に貼ってあるんだよ。うちもありました。でしょ、あるでしょ。だけど学校は今ないのよ。ああ、そうですか、うん、まあ、一斉にこのできるっていうのはいいですね。そう、なんかあったら、まあ、先ほどの事件の話でもないですけど、うん、そういったこともやっぱりいち早く発信できるっていう、うんうん、だからちょっとね、あの便利だしドキッともするけれども、あのすぐ情報があの届くっていうのはいいなと思って、うん、で、うん、メールってあのなんていうの記録に残るのがね、ああそうか、そうですね、そうそうそう、うん、あの、うん、前この間なんだったっけあれって思った時に電話だともう一回電話して確かめないといけないけど、うん、大丈夫じゃんメールだったら、まあ、ささっと見て何回でも見れる、うん、確かにそうですね、便利、うん、そうか、本当にメールか、うん、なかなか良いよこれは。学校単位でそういうのやるっていう意味ですね、うん、随分前からやってるんでしょうね、分かんない、でも随分いろいろ整備されてるもんなんだなと思って、中学校はそういう風じゃなかったから、はいはいはい、ちょっと私は非常にあこの学校は便利であるっていう感じ。あ、そうだ、そういえば今年 の、 その大学入試の、あ大学合格の発表か、うんうん、張り出さずにそのメールかなんかではぁダーンと、うん、まあ、ホームページに載せたんでしたかね、うんうんうん、なんかそういうネットで見てくれみたいな、うんうんうん、そういうのありましたよ学校で、確か、大学でも普通はその学校行って、うん、この張り出されてるやつを見て、はいはい、なんつってやるのがあれでしたけど、うん、確かネットで、そうだよね、なんかほら、うん、東大とかだとこう胴上げされるのが、あの合格したらねあの学ランの応援団みたいな、はい、学生さんがわーって寄ってきて胴上げしてくれるっていう、はい、よくなんか新聞とかの見出しになりますよね、そうそう、出てるじゃない、うんうん、あれもね、でもあれだよね、日本中ほらどこからでも受験できるから、はい、あの遠くから来てる人はもう一回上京する手間が省けていいはいいよね、まあ、そうですね、うん、あのまあ結果どうやって見るかだけの違いですから、そうそうそう、わざわざ行かなくてもっていうのは、うん、でも行きたくない、いや実はそれが僕も大学受験を内地に受けに行きたくて、うん、まあ、その大学結局行かなかったんですけど、うん、受験だけしに遊びに行っちゃったんですよ、本当友達何名かと、うん、もうそれこそ楽しかったでしょ、めちゃめちゃ楽しかったんですよ、でしょ、初めてだったんで、うん、それこそ親に悪いことしたなって本当だよ全くもう思っちゃいましたけど、だけどそれが楽しいのは分かるから許す、はい、ありがとうございます、うん、許すなんてねいやだからそのなんていうの無責任に楽しんで、はい、いいんだと思うよ学生の時は、まあ、そうですね、うん、そう親の心こしらずってなんか言うじゃない、うん、その通りだと思うんだよね、それでいいんだよ、で親になった時にあ親の心こしらずって思うんだよやっぱり、改めてしまう、そう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 、うん、そういうもんなんだなって、そうでしょうね、うん、順繰り順番そう20年ごとに巡ってくる順番みたいななんだか胸が痛くなってきたいいんだよいいですね、これがまた自分の子供が生まれたりすると余計思うんだよ ね、 ガツンとね、うん、覚悟しておきたいと思います、うん、はい、面白いよ、でもなかなかいい経験だなと思って、今回私はもう自分で勝負しないといけないからがっつり頑張ろうと思ってね、そうですね、うん、だからいやでも本当、まあ、あのお体に気をつけてというか大丈夫だよ、まあ、もう美希さんなりにもう無理されないように頑張って、今日さ、私別に雇われてるわけじゃない会社にさ、お手伝いに行っててさ、はい、でさもう帰りたい、お家帰っていいって言ったら、何言ってんだバカ野郎とか言われて
鬼とかどうなそこまで言うかって感じですよ。もう眠いよ、眠いよってあららら眠いんだよ私は、眠いよって言いながらお疲れのところまたそういうの仕事ですからまあ何とも言えないですけど、でもやんないといけない、ね、頑張んないといけないから、そうそうですか、うん、いやあっという間にもうあと1分すごい ね、 もうそろそろ早いですね、あっという間でしたね、なんか CM 中も喋り倒してあっという間の56分ここからもう休み時間なしですからねすごいね、今日も楽しかったです、いろんな話がね、本当ね、はい、ぜひあの聞いていただいてるお母さんお父さんたち奨学金を調べてください、私もまた次は第4週かな、4週目もきっと私の当番なので、チムワザ道場補欠部はあの頑張るお父さんお母さんを応援するために奨学金情報を公開します頑張るということで、もうあと15秒ぐらいになっちゃった、大変だ、頑張れるかな私お弁当もダメってなんかアウトになってたよね、でもまあリスナーの皆さん今日もありがとうございました、また再来週ありがとうございます。